犬山たまきの彼女浮気は絶対許さないホロライブ3期生ウルハルシアさん。なんで呼ばれたの？それは僕がルシアのこと好きだからコラボしたいなって思ったからだよ。あ、ほんと、うん、この女たち誰、うん、誰だろう、ちょっとわかんない、呼んでないのにな。ね、誰だろう。あ、呼んでないのに来たの、ずーずーしい女たちだな。あれ、あれ、メッセージくれたさ、呼んでくれた。そんなことしたの、たまきくん。ラインして、ラインも交換してです。この黄色い人とはラインも交換してです。あ、交換してね、ライン交換して、な、え、ライン交換したの。あ、でもディスコでいっぱい喋ってるから、別に LINE とかいらないかなって。あんた誰よ。あんたどこの、ルシアさん、ルシアさん、出ててください。ルシアさん、ルシアさん、今日、なんかタクシーでちょっと酔っちゃったみたいな言ってましたけど。あ、そうなの、よしよしして。うん、ルシア、ま、気持ち悪いし、ほら、見せつけてんの、今。まあ、気持ち悪い。よしよし、ほいほい。ねえ、もう、助けて、助けてよ、今。助けて、今、なんで私、このために呼んだの、このために。はい、ということでですね、まあ、本日はもう可愛らしい、まあ、犬山たまきの彼女の皆さんに集まってもらったわけですが、大丈夫ですか、ルシアさん、なんか言いたそうですね、大丈夫ですか。え、いや、なんかとりあえず弁明してほしいよね、この女たちは誰なんだろうって思って。うん、お友達かな。なんでこんな美女ばっか集めて、友達なの。お前に関しては妹だろうが。なあ、お前に関しては妹だろうが。あ、でもルシア、ほら、あの下に妹いるから、あ、挨拶した方がいいんじゃない、やっぱり、ね、家族への挨拶。ミルクちゃん、うん、こんばんは、ウルハルシアです。ホロライブ3期生でたまくんの彼女です。あ、こんばんは、妹で彼女の榎宮ミルクです。よろしくお願いします。この巨乳がねえ、巨乳が好きなの、たまひくん、嘘でしょ。サラちゃんだってなんか大きいしさ、ウイママだってな、うんうん、え、うん、あ、あれ、ルシアちゃんは、え、ルシア、今日置いてきたの、ルシアちゃん、大丈夫、おい、ね、ひどい。大丈夫だ、大丈夫、ルシア、ルシア大丈夫、僕も胸ないからさ、ほら、ね、見て見て、ほら、ね、ルシアもほら、男みたいな胸だけど、僕も、男やんけ。あ、すいません、すいません、すいません、つなげ、はい、いや、もう、本当にね、可愛い彼女に囲まれて幸せだな、もう本当にもう、はい、本日はですね、もう汗が止まりません、和気あいあいとね、和気あいあいとやっていきましょう。はい。